すする TV ずるずる。どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、宮城ラストはこちらです。ドン。 JR 岩沼駅から車で7分くらいのところにありますめんぐみさんにお邪魔してます。宮城といえば、めんぐみっていうくらい宮城では有名なお店ですね。去年移転されたんですけど、僕はめんぐみさん自体行ったことがなかったので、すごく楽しみです。早速行きましょう。レッツゴー。さあ、めんぐみさん、初見せです。すするは噂の味噌ラーメンに味玉トッピングで行かせてください。宮城ナンバーワンの呼び声も高い味噌に期待しながら、すするは6年1組だったなと思いながら待ってるだー。来ました。こちらがめんぐみさんの味噌ラーメン味玉トッピングです。ぴょーん。その堂々たる見た目と香ばしい味噌の匂いが鼻と食欲を刺激してくる。味玉と辛味は別皿だぞってことで、早速いただきます。まずは香りの時点で主張してくるスープから一口。しー、想像よりは野菜などの甘みを深く感じ、エッジの効いた味噌というよりは優しい味噌。いなせな感じで涼しげな目元も流し目になります。さあ、その勢いのまま麺いきましょう。堂々たる中太縮れ麺をふうふうしてすする。プリン。もちもちプリプリ麺は味噌ラーメンらしさを存分に感じさせ、赤組フォーのような安定感と歯切れの良さ。そんな麺に絡む甘めなスープから、奥に少し独特なスパイシーさも感じたところで、すする中学3年 B 組のチャーシューに行きましょう。この大判チャーシューを贅沢に一口で食らってみれば、しっかりジューシーで 3B の生徒は腐ったみかんじゃないとはっきりとわかります。ガラガラガラ。はい、いいですか。人という字は人と人が支え合ってでき、さあ気を取り直して、ここで別皿の辛味を投入してすすってみましょう。味噌と辛味がそりゃやっぱり合うだろうって感じで、味噌ラーメンには辛味がついてくるというのも納得しながら、ラストスパートでどんどんすすっていきます。ちなみに途中で同行していた方の中華そばもすすらせていただきましたが、こちらがクリアに魚介を感じられるスープで、はっきりと旨味がズキュンで、正直桜組の味噌より乙女組の中華の方が個人的には好みでした。というわけで、次は中華そばもすすろうと固く誓いながら、でもやっぱり味噌も落ち着くななんて言っているうちに、本日も完食です。大変美味しくすすれました。宮城でも超評判高い味噌をやっとすすることができて、嬉しく感じられる一杯でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、めんぐみさんに行ってきたんですけれども、野菜の旨味がふんだんに溶け込んだ味噌スープで、牛や動物系の出汁もしっかりと感じられましたね。味噌の風味はそこまで強い感じではなかったので、出汁や野菜の旨味で食わせるタイプといった感じで、野菜はシャキッと食感ですごく美味しくて、ニンニクの風味もあったんで香りがまたいい感じでしたね。もうちょっと味噌の風味が強ければ完全に好みな味噌ラーメンだなと思いました。中華そばは結構旨味がしっかりとしていて僕の好みでした。今度は一杯丸ごとね、中華そば食べてみたいなと思います。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、めんぐみさん、めんぐみの人やめ、人という字は人と人が支え合ってできているんです。全然違うやん。人と人が支え合ってできてるんです。全然で、ね